けるとね、尺長く切られた。ちょうどいいサイズ。そうそう、程いいサイズ。ええ。あ、でも試写番組全部使ってくれた。試写番組全部。じゃあ今日来た方お得ですよね。みんなのが見れ、生で見れて。ええ。あ、いや嬉しい。ありがとうございます。あ、今日嬉しいからね。今ちょっと新ネタを考えてますよ。はい。新ネタ。初公開ですから。あれ一回でやって一応成功したんで、仰天ニュース一回でやったらかなりちょっと受けたんで、ちょっとあいつ閉めて。あ、いや箱根駅伝。じゃあすいません。椅子はあっていいですか？はい。架空の試合、まあいいか、学校いいよ。学校正規の使っても。はい。どうぞ。スーパーテレビってやってるんですよ。箱根駅伝の23やったら、その3ヶ月後にスーパーテレビ、その後の箱根駅伝をもう一度振り返る、それをくっつけたやつをやりたいと思いますんで。柳沢農業大学、今、坂、箱根のきつい坂をやってきた山の神、おっと、足が忘れた、おっ柳沢農業大学の大根、柳沢農業、おっと、足がつったか、監督は車から飛び降りて、ペットボトルを渡そうとするが、拒否してる、おっと、柳沢農業大学の田中、足がつった、これは厳しい、箱根厳しい、そして監督は車から降りて、監督はタッチ、危険、柳沢農業大学危険、ああ、ああ、おめえさんよくやったよ、おめえさん、ああ、ああ、ああ、あの頃の自分ってのは本当につらかったです。思い出しなかったんですけど、助けを伝えるっていうのは、やっぱり自分で終わってしまったこと、それが本当になんていうか、情け、おーっと止まった、おー、柳沢の足が止まった、監督はタッチ、あー、あー、あー、思い出したくないですよ。一応、それまだ未完成なんですけど。飛ばすでっていう番組やってまして、あ、いきますか。